真剣酔っ払いなんですね。歌うかな。ザ・メイジング・グレス。真剣酔っ払ってるんですね。お腹いっぱいの声出ないし。じゃあ、ね、本当に直し。アーメン・シーレン・ハースウィーザ・サウンザ・アセン・アーレイジ・ラクミじゃあちょっと間違うかもしれない。
しれませんけど、いいですかね。歌詞がない。わっちゃん、カポ借ります。あ、これは、はっちゃん両手を寝てくださいはっちゃんのアップ、すごいですよ。これ、電源取ってください。ハイボレーですか。では、ハイボレーじゃなくて、ウヤシラワンちゃん美味しそうシュークリーム美味しそうなんですけど今日ハルさんご覧けこれができないハルさんとハルちゃんうまかったねあれね。かなかながいいですね。酔っ払いですさっきのワイン美味しかったですあら、これは水浴にしたっけ水浴あ、焼酎あの頃の景色がいやいやまだ今でも思い出せる私の中あなたの笑顔が鮮明に映るこの胸がキュンとする瞬間奥歯が月と薄いているもう少しだけ孤独
ちょっとお尻を見ちゃいました。見られた。あ、お尻がなかった。あ、親知らずが痛いし、超えてくれるのかなと思って最高今の。お尻見ようかなと思って。お尻見ようちゃうんですか。残念、お尻やなかった、モニターやった。やだ、ブラシがいいですね。どうしようかな。だんだんライトアップしていい感じよ。練習かてら。じゃあ、 フィル・コリンズさんのフィールド・オブ・コーナー。あ、これがいらないかもしれない。Summer day, about the fears of man.
散歩しだした時にじゃあゆっくりしていってくださいね。じゃあ皆さんが知ってる灘総裁なんか飲み物出てきました。お近くですか？なんか泊まりに来てるんですか？そこの風の里さん。あ、そうなんですね。家族で孫と。来週も24日に歌います。すぐそこの12の月で。じゃあ始めてきた方に長そうそうを送ります。
しくて君への想いながそうそう会いたくて会いたくて君への想いながI'm gonna make it.
ちくらいがちょうどいい友達くらいがちょうどいい。
知って君に伝えたいありがとう君に届けたいありがとう気を使ってくれてありがとう心のこもった言葉をありがとうありがとうありがとう君に
はい、もう皆さん今日はですね、お集まりいただきましてありがとうございます。このこういう場を持て余して、先ほどから一人で幸せに来たがっておりました。嬉しいです。誰が豪華な違和感ですよ。いい思い出になりました。あ、本当ですか。よかったね。いや、ちょっともう飲みすぎまして、本当はね、その辺で座ってワインでも飲んでいたいんですが、でも一軒見たから輝いて焼けてます。あ、はい、ありがとうございます。いただきます。今日はMC はワンちゃんですか。はい。じゃあキミさんとか。あ、じゃあコウちゃん、コウちゃんなんか言って。え、ボーカル入ってるよ。チェックチェック。コウちゃんさっきから入っちゃった。え、いや、途中で入れてくれるんですよね、コウちゃん。え、寂しいか、寂しかったけど、ちゃんとお待つまで話してくれる。コウちゃんがどっからなんか入ってるのかな。大分を中心に歌っております。昨日まで大阪におりまして、昨日大阪、あ、一昨日大阪で歌ってました。それでは、オリジナル曲さくらさくら。行き急ぐ人混みの中、足を止め優しく背中を押してくれた。桜桜桜、風に乗って左。桜桜桜、空に舞ってきらり。春風の想いを星に託して。桜桜桜、君に届け桜。
山はいいなぁ。どうも、こちらの方ね。ありがとうね。嬉しい。じゃあ、カモン食べる。ね、喜んでいかない。はい、ここは東京も。どうも、もったいない自分たちだけで。嬉しかった。ごめんなさい。考えをしないですか。持ってます。持ってますか。ます。あら、本当？じゃあちょっとお金持ってこないか。いや、本当？いや、本当ですね。500円。ちゃん、いくらですかね。500円です。ワンコイン。ワンコイン安いですよ。8曲、何曲入れるでしたっけ。15曲入ってます。結構いいと思います。15曲で？え、1曲じゃなくて？500円で歌います。僕あのプロではないので。はい、いやいや、十分いけます。ネットライブもやってます。え、ネットライブってパソコンで見れる。インターネットでですね、週2回ぐらいライブもやってます。僕はですね、こういう山の中で育っております。や、田んぼと山と川と、それしかなかったですね、子供の時ね。マントを首にかけまして、棒切れを持って遊んでおりましたけども。いや、同じですよ。同じですか。もうヒーローの格好してね。いや、もうヒーローだと思って田んぼの高いところから飛び降りて怪我をしたこともあります。私もです。屋根から飛んだら飛べるんじゃないかなと思ってですね。本当そういう、私は坂本しませんけど。そういう、そうですよね。はっちゃん、マントつけました。マントつけてました。マントじゃないですよ、風呂敷。風呂敷をこう首に巻きましてですね。そんな感じでございます。僕のおばあちゃんおりまして、僕のおばあちゃんがね、もう亡くなりましたけれども、僕おばあちゃん子で、小さい頃から田んぼに行っては、農作業の、やってるのを見てる、あぜ道でね、そういう一人で、あぜ道で遊んでる子供でした。リヤカーの後ろに乗って行き帰り、その、草木での匂いがする、山の夏になるとね、山がこう燃えるようにその匂いが変わってきますね。秋になると、そうですね、田んぼの稲の刈った匂いっていうのがしてきます。そういう、おばあちゃんの歌を聴いてください。おばあちゃんのことをグランドマザーと言います。グランマーという曲を、作りました。ではグランマー聴いてください。夕焼け小焼けの赤と黄色、追われていたのはいつの日か。
おーグランマあなたの声が響くセピア色の風に乗せて段々畑の稲の実り冷やかごし流れる川のせせらぎに耳を澄ませ狼が揺れている家族を支え身を尽くし泣き息子にすがるようにあなたは何を見つけたのだろうその限りある暮らし上を向いて歩こう。涙がこぼれ
数えて思い出す夏の日、ちゃんファミリーっていう風に名付けてくれて、ワンちゃんがメイメイなんですか。そうなんですよ、ね、ファミリーファミリーって言ってくれるんですけど、いや本当に僕それは本当におこがましいと思ってて、本当にね、いやみんな支えてくれるから僕が歌えるんであって、僕が歌えるのはみんなのおかげだと思ってました。でだから皆さんがこうやって喜んでくれるのは僕の力になるわけなんです。もう本当これ間違いなくそうなんです、ありがとう、本当嬉しいです、それでは、この流れからいくと僕はあなたにありがとうを歌いたいんですけど歌詞がないんですね、いや大丈夫です、どっかにあります、はい、ということでですね、もう酔っ払ってますからすいません、そういう男でございますので、いやもう結構飲んでますよ、ビールは たらふく飲んでます、なんかシュークリーム、シュークリームが食べたくて、じゃあこれはハッちゃんちょっと、ナイス気だったキャプテン、これ冷蔵庫入れた方が良くない、私生徒町にいつも誰の歌やったっけ、それ誰の写真入れてた、でも死んじゃったの、死んじゃったの、マジで、マジで何の歌ねえ、ま、でもハッちゃんでも死んじゃうよね、死んじゃったのその人、あれ誰の歌やった、風違うか、風あ、そうそうでも死んじゃったのその人、死んじゃったんですよ、星になっちゃったんです、実話のなんかあれやね、
で、あのバレーボールのね、キャプテンなんです。で、お母さんはね、星になっちゃったっていう教えてくれました。君さんが。美味しそう。君さん、いただきます。それでは、今日はですね、まあ、2回目ということでだいぶこの場所の感じが僕分かっておりまして、いろいろ機材を想定しながら持ってまいりました、結構万全にできましたですね。あれもう良かったです。素晴らしいです。本気モードに本気モードに待って本気モードだ。いや、酔っ払いモードだったんやけどね、さっきの。多分、おらんやったら酔っ払いモードでもうそのままうだうだになってる。しまってよかった。はい、では「いつもありがとう」「あなたに会えたことに感謝しなくちゃ」「ありがとう」「あなたにありがとう」「ここで巡り会えたことに感謝しなくちゃ」あなたの愛で生かされています。繰り返すだけの毎日で生きてゆくのが辛いけど、あなたの言葉で元気になる。いつか一人で生きてゆけるようになりたくて、これまで懸命に走ってきたから言える言葉がある。ありがとう、いつもありがとう。あなたに会えたことに感謝しなくちゃ。ありがとう、あなたにありがとう。ここで巡り会えたことに感謝しなくちゃ。でも一人で生きてはゆけない。結局誰か甘えたくなる。夢を食べては過去に寄り添う。こんな私でもいいですか。いつか広い空に大きな
る言葉がある。最年少ファン、はちゃん提案です、認定、イエーイ。もう勝手にファンにさせられましたけど、いいですか。それで、あの、かわいい歌があるんで、はちゃん歌ってくれませんか。ユニロイヨーツイの今の曲はですね、去年の夢色音楽祭っていう大分のね、音楽祭で、ね、歌のグランプリをいただきました曲でございます。で本当にね、みんなに誘ってです、いろいろ支えられましてですね、ここまで来させていただきました。でじゃあですね、続きましてですね、ここの、今、カメラを一生懸命カメラで撮ってくださってる、そこで座り込んでカメラを撮ってる、カメラで撮ってる宋さんの、宋さんという方なんですけどね、いらっしゃる大分のですね、大分の豊後高田市っていうところの、幼稚園で大きく、その今ね少子化で、統合されまして、4つか5つかとね、幼稚園が統合されて夢色幼稚園っていう、幼稚園ができまして、今園児がね、100何十人かいますね。そのエニさんの、幼稚園の歌を作ってくださいということで、校歌を演歌って言うんです、幼稚園の演歌ですね、作らせていただきました。あんあんあんじゃないか。あん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 いつもやってる自分で言うくさ。お手合わせだね。もうね本当に、お子さんいらっしゃいますからぜひね覚えて帰ってください。覚えて帰らないと。今日なんか CD を買いに来てくれる、ね。いや本当ね、幼稚園の生徒がね、本当家に帰っても歌ってるという素晴らしいこう光景を聞かせていただけるんですが、それでは夢色幼稚園っていう歌の、夢色の空っていう曲を作りました。では夢色の空。お日様に手を振って元気いっぱい歌って楽しいな
だな。綺麗だね。夢夢夢夢が広がってキラキラ星に願いを込めて。生徒になってくださりましてありがとうございます。本当です ね楽しい歌、お届けしましたがね。横からですね選曲を CD ありがとうございます。 CD ありがとうございます。わあ、ちょっと待って、ちょっと中断、誰かワンちゃん歌う